今日喋りたい日みたいになっちゃっててるんですけど、いいですか？喋りたい、この間ね、ファンレターをね、もらったんですよ。山口県と埼玉県の女の子からびっしりね、書いてるファンレターもらって、すんごいね、見たら、2ヶ月前ぐらいに届いてたやつなんですけど、ちょっと事務所に行かなすぎて、事務所から郵送されたんですけど、今。申し訳ないなと思いながら。見たらもう好きですか、女の子なんですけど、2人とも。好きがもうバーって来てて、で山口とか埼玉で待ってますみたいなね来てて、また遠征したいなってまた芽生えました。気持ちが全国ツアーもうやってたんですけどね。もともと福岡とか行ってたし、どこやった、東京もいろんなとこ行ってたんですけど、芽生えましたってことで、ファンレター返信は一応してないですけど、ファンクラブもないですけど、ならファンクラブ宛先っていうところに送ってもらったら届くようになってますので、まあ奈々のテンションをね上げたい方はぜひ送ってください。インスタグラムの説明欄のところに宛先書いてるんで、はい、あれですよ、あんまりプレゼントとかもねあればそこに送ってもらったらいいんですけど、生物とかはちょっと気をつけていただいて、生物とかは、はい、こちらありがとうございます。はい。って感じなんですね。あ、さっきね、チケット買っていただいた方ありがとうございます。ベロニカ、京橋ベロニカでのライブが、30やったっけ ?27 年。30日にね、あるんですけど、京橋ベロニカのライブチケットと、あともう一個何だっけ、ゼップナンバーはないわ。忘れちゃった。そう。梅田の、トラッドっていうところなんですけど、梅田赤楚知ってますか？梅田赤楚のめっちゃでかいところでライブが決まってて、赤楚じゃなくなってて名前がトラッドになってました。の2つのチケットを今日は持ってきてます。3000円と2500円ですので、ぜひぜひ声かけてきてください。なんか歌いますか？ホーム歌おう。今何万回再生されてるのか分かんないですけどね。28万回、いやどんだけ再生してくれたんですかっていう感じですけどね。これって例えば3年後とかに毎分100万回とかいっちゃうんですかね。ねえ、このペースでいってたらね。では清水翔太さん、いやー、アイリメンバーも弾き語りしたいですね。アイリメンバーのイントロなんか聞いてたら弾けそうやなと思って、頑張ってきます。内側で、あ、こんにちは、ありがとうございます。真っ黒ですね。そんなこと言わんでいいね。いちいち今さら帰れないよ、あの場所はどんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ。今でも思い出すよ、それでいいんだ、心配ないよ、まだ歌えるよ、いつか帰るよ僕だけの。急な鳥雨募る苛立ち心に諦め、あれから行く角の季節を越え、でもまだ聞こえてくる故郷の声、飛び出した別れを惜しむ人たち、裏切った結果になった、こんなボロボロの夢一人でどうしようもなかった。そんな時に会った人々、人とはそんなに強くない、だから嫉妬やエゴに飲まれてしまいそうになるよ。でもそんな僕を優しく抱きしめた、出ないと自分の弱さがその時分かった、でも夢叶った、少しその気になった、そして僕はホームができた、まるでマイホームみたいなでかい支えがメカ
に見えた世界変わった、息をするのが楽になった、1秒1秒成長してくみんな、だから出会えてよかった、こうなれてよかった、だから僕は何もかも話した、心安らげる場所誰にでも一つはあるはずだよ、僕は同じ響きた仲間たちや隣にいてくれた恋人や、それを失ってでも叶えた夢、それも失ってでもまた思い出させてくれた、新しい僕のホームがここにある、でもまた思い出す、今さら帰れないよ、あの場所はどんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ、今でも思い出すよ、それでいいんだ、心配ないよ、まだ耐えるよ、いつか帰るよ僕だけど、なかなか寝つけず同じ夢繰り返し見てる僕、あの頃自分を受け入れてくれた場所、全てそれが最初、あ、奈良のパーカー着てる、奈良パーカー着てる、ありがとう、似合ってますねお兄さん、ひかりさんいらっしゃい結構歌ってる途中にね、こうマイクでお客さんいじっちゃうタイプのねアーティストなんですけど、まあいっか、どこだってか分からなかったけど綺麗で何もない空が輝いて、また抱いてその時僕らまた泣いて、今さら帰れないよ、あの場所はどんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ、今でも思い出すよ、それでいいんだ、心配帰りよ僕だけど、これまでを振り返れば浮かぶ笑顔や涙、こんなに震えるほど映し出す、それが僕自身の未来へ繋がると信じてる僕だけど、思い出も心にしまっておくべきなのさ、今でも思い出すよ、それでいいんだ、心配ないよ、もらったるよ、いつか帰るよ僕だけど、どんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ、ありがとうございます。今月もね路上ライブ多めになってますんですけど、あ、多めじゃないな、ライブも多めで路上ライブも多めなんですけど、いっぱいできるだけ皆さん数会いに来てください。あ、なんか YouTube で見たことある人だやって、あ、ありがとうございます、 YouTube で見たことある人ありがとうございます、生ライブを見るといい励みになりますって来てるんですか、ジローさん初見でさんってありがとうございます。はい、というわけで、ライブたくさんあるんですけど、今月は三宮とあとどこだった京都でも路上ライブ今月ありますので、ぜひぜひいろんなところ行きますので、あのアルバムゲットしに来てください。